戦国コレクションは、コナミ提供の日本のソーシャルゲーム、およびテレビアニメ、ドラゴンコレクションのゲームシステムを流用したコレクションシリーズの一つである。2010年12月21日より配信を開始したモバゲーソーシャルゲーム。現実とは異なる戦国世界を舞台に、戦国マスターたちが戦神カードを求め合戦する。 2012年時期で登録者は300万人を超えている。クエストを進めることで武将カードを入手することができたり秘宝を集めることで戦紙カードが入手できカードを合成することで強化も可能。また他のプレイヤーに合戦を挑み勝利することでも秘宝を獲得できる。2011年4月にはモバゲーアワード2011でプラチナムプライズを受賞している。なお、 戦国武将と言いつつも、幕末や海外の人物、平賀源内や松尾芭蕉などの武将以外の人物が含まれるなど、一般的な戦国武将とは少し違っている。2010年12月にフューチャフォン対応。2011年9月にアンドロイド版、iOS 版対応。2013年4月より iOS 向けネイティブアプリ版を配信。 2013年4月よりミクシー版を配信。2014年5月よりグリー版サービス開始。2016年1月に Google Chrome アプリ版のサービスを開始。2019年5月30日をもってサービス終了した。ブラウザ乱生戦国コレクションは2012年6月18日から配信の Yahoo モバゲーム系ブラウザゲーム。 ブラウザ三国志の流れを組むシミュレーション RPG。2013年9月30日でサービス終了。イクサコレハンクロスは2013年よりサービス開始。戦国コレクションから派生のスマートフォン。専用新作ソーシャルコンテンツ。7月30日より事前登録開始。2014年3月31日にサービス終了。テレビ。 東京ほかで2012年4月5日より9月27日まで放送された。アニメとゲームのコラボ企画として、アニメ本編中に出るキーワードでゲームアイテムの入手ができる。作品は各話で異なるキャラクターをメインとしたオムニバス形式となっており、信長と三味好みがほぼ全てのエピソードに出演している。またアニメ B パート終了後は、信長によって、 ゲームの宣伝とともにメインとなった戦国武将の解説が行われることもある。テレビアニメ版の特徴としてストーリーの流れや演出内容、舞台設定や背景の衣装などが各話のエピソードごとで特定の映画のオマージュとなっている。モチーフとなる作品は往年の名作映画やヒット映画からカルト映画まで含まれており幅広い。例えば第18話はテーマが ダンサー・イン・ザ・ダークであり、チャーリング・クロスが84番地、メアリーマックスがモチーフであることを担当脚本家が述べている。謎の光によって史実とは別の戦国世界から現代の世界へと現れた戦国武将たち。元の世界に帰るには武将たちが持つ秘宝を集めなければならないが、現実世界で暮らしていくうちにあるものは元の時代に戻ろうと決意し、 またあるものは現実世界に残ることを決意する。武将名の左側はいわゆる二つ名のようなもの。戦国武将その他戦国世界の人々現実世界の人々パチスロ登場パチスロで初登場のキャラのみ。ユニバーサルミュージック合同会社が初めてリリースするアニメ作品ソフトとなった。購入特典としてゲーム戦国コレクションで 使用可能なシリアルコードが封入されている。戦これラジオ、小悪魔王、大久保ルミの天下不婦は、2012年3月23日から6月8日まで、オトセンで配信されていたラジオ番組、毎週金曜日配信。戦これラジオ、小悪魔王、大久保ルミの天下不婦、第二幕は、2012年8月2日から、オトセンで配信されている、ラジオ番組、 各週木曜日配信。CM 枠で放送されるミニコーナー。その週のメインキャラの歴史などを紹介する。本編で登場しない武将も紹介される。ドラマ CD アニメリア、声優アニメリア、女神マガジンの3種合同企画による通販限定オリジナルドラマ CD。小悪魔王伝戦これ。 週刊少年サンデー2012年19号から2012年41号まで連載されたコミカライズ版ギャグ漫画。作画は月刊コロコロコ,ロコミックを中心に活動している小西則り原作監修はコナミデジタルエンタテインメント少年サンデーコミックス。2013年1月に KPE から発売された5号機のパチスロ機である。 交通協における形式名は戦国コレクション TU2015 年3月より導入小悪魔王伝線これに関するカテゴリーありがとうございます